クリストファー・ジェームズ・クイーンは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の元バスケットボール選手。原指導者。現在は、マイアミヒートのアシスタントコーチを務めている。オハイオ州の高校から、ノートルダム大学に進学し、4年間活躍。2006年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることができなかった、クイーンだったが、2005から06シーズンに、 NBA チャンピオンに輝いたばかりのマイアミヒートに入団。1年目はジェイソン・ウィリアムス、ゲイリー・ペイトンといったベテラン選手の下で経験を積み、42試合に出場。2年目の2007から08シーズンはペイトンが引退。ウィリアムスは不調に苦しみ、新加入のスマッシュパーカーもコート外のごたごたで解雇されたこともあり、クイーンにチャンスが回ってきたものの、 チームは大きく低迷。2008年2月にフェニックスサンズに放出されたシャキール・オニールからはパッド・ライリーを皮肉った際にもうこれでクリス・クイーンやリッキー・デービスのような選手と一緒にプレイしなくて済むと酷評される屈辱を味わいリーグ最低の15勝67敗でシーズンを終えてしまった。2010年1月5日ニュージャージー・ネッツに移籍。 2010から11シーズン開幕前は、フィラデルフィアセブンティー・シクサーズのキャンプに参加するも、開幕前に解雇。翌月にサンアントニオ・スパーズと契約。熱い選手層の中41試合で起用され、グレッグ・ポポビッチ HC をはじめ、ティム・ダンカン、マヌジ・ノビリ、トニー・パーカーのビッグ3と共にプレーし、多くのことを学んだ。2011から12シーズンはスペインなどでプレー。 2012から13シーズン開幕前は、ユタジャズのキャンプに参加するも、シーズン前に解雇。12月に D リーグのタルサ66アーズと契約。2013年3月に、クリーブランドキャバリアーズと契約。シーズン終了後に解雇され引退。2014から15シーズンにより、マイアミヒートのアシスタントコーチを務めている。ありがとうございます。